英語で楽しむ信長秀吉家康と戦国時代第27話金ヶ崎の軒口。さあ今回のハラハラドキドキの場面の英文はこちら。 Section 27. Because of the violation of the agreement on the part of Nobunaga, Asai Nagamasa encamped between Nobunaga and Kyoto with the intention of cutting off his retreat. Hearing this news, Ieyasu said to Nobunaga, If you will appoint someone to act in concert with me here, I will undertake to cover your retreat. You are a visitor, replied Nobunaga. I could not possibly impose on you such a dangerous task. では入ります。まず、because of が何とかを理由に、violation、違反、agreement が協定です。on the part of 何とかで何とかの側の、信長の側の協定違反を理由に。ではいきなり語法研究に入りまして、on the part of っていうこの決まり文句は、辞書を引くとただ何とかの側のしか載ってませんが、これはですね、前の方にある名詞の意味上の主語を表すね、記号なんだと思った方がいいと思いますね。意味上の主語ということは日本語はがにする方が分かりやすいと思いますよ。例文でいきましょうか。I hope 願わくはこの番組がプロモート促進してくれること何の、より良き理解、日本の歴史のより良き理解で次にオンダパート部で直訳は、日本人でない人の側の外国人の側のより良き理解ですがちょっと日本語硬いですよね。この場合はですね、understanding というこの同名詞ですけど、これの意味上の主語がこの non-Japanese だということを言ってるわけですね。だから、がでいきましょう。外国人が日本の歴史をよりよく理解してくれること、これを促進してもらうことを願うとこう言ってるわけですね。そこで本文もちょっと意訳でいきましょうか。この場合のオンダパート部信長っていうのはですね、手前の violation という単語の意味上の主語です。誰が違反するのか、さあ信長が違反したんですよね。だから、信長が、協定を違反した、それを理由にと言ったわけですね。はい、浅井長政は、encamped、陣取った、between A and B で A と B との間を陣取った、信長と京都の間を陣取ったのであります。まあ、この文章はそうやって書いてありますけど、実際違いますけどね。から次の with the intention of ing で何とかするつもりで、からカットオフで遮断するという熟語です。retreat が退却、したがって信長の退却を遮断するつもりで、今の信長と京都の間に陣取ったのであります。Hearing this news, この知らせを聞いて、この ing は分子構文ですが、訳し下ろしましょう。聞きぐらいでいいですよ。はい、家康が信長に言った。家康もこの時参事してるんですよね。家康のセリフ、もしもあなた様が、アポイント誰々と不定詞で、何々するよう誰々を、指名する。in concert with 誰々で、誰々と一致団結して、従いまして、もしも信長様が、私とここで一致団結して行動するよう誰かをご指名くださいましたら、ここでちょっと英文法のことを知っていらっしゃる方は、if 説の中に will 入れていいのかっていうね、疑問が生じると思いますが、これは後で解説します。で、先行きましょう。undertake to 不定詞、なんとかすることを引き受ける。cover 誰々 's retreat、退却を守る。だから、信長殿の退却を守る、そのね、役割を私が引き受けましょう。すると、信長が replied、答えた。you're a visitor、お主は客商ではないか。で、次の couldn't possibly。possibly は一般に cannot を強調するときの強調語です。到底できない。で、ここが could と過去形になっているのが、いわゆる仮定法過去。でも、if 説がありませんよね。ですから、これまた条件説の潜伏。たとえ頼まれたとしてもっていう意味の省略でしょう。だとしてもできないだろうと。何を ?impose A on B で B に A を課すんですが、ところが on B が来てるんですよね。だから見やすくするためにこれを括弧で繰りまして、お主には今から言うことを課すことはできないだろう。何を ?such a dangerous task。そのような危険な役目、仕事をお主に課すことは到底できないだろうと言ってます。本日の英語構文のポイント。if 説と will の関係。英文法にこういうのがありまして、時、条件を表す副説中では、will を用いず現在形で代用すると。まあ、時、条件を表す副説中を作る接続詞っていうのは大体この枠の中の通りなんですけども、まあ、この副詞説っていうのはね、簡単に言いますと、if の場合、もしも何とかするならばって X 番や副詞説で、if にはもう一個何とかするかどうかっていう場合がありまして、そういう時は名詞説っていうんですよね。で、その、もしも何とかならばっていう時に will を使っちゃいけないってことなんですが、例えば下の例文、もし明日雨ならば私は出かけないと言いたい時に、B はダメなんですよね。今言いました通り、この場合 if はもしも何とかならばって訳してますからね。だから現在形で代用しますから、この it 三人称ですから三単元 s がつきます。
でもそれをただ機械的に覚えてもしょうがないですし、からネイティブスピーカーの人も別にそういう文法を暗記して、できるわけではないんですよね。感覚としてはウィルはですね、あまり根拠はないが自信満々な推量、そういう定義だと思われます。言い方変えれば 100% の気持ちで推量するということですね。対して if 説のこの if っていうのはね、半々するかどうかわからないとき使うんですよね。だから強いて言うと 50%、だからこの will の 100% と矛盾するってことでしょうね。日本語で言いますと、明日雨が降るかどうかわからないんだけど、でも必ず雨が降るならばっていうね、どうさ、必ずなのか降らないのか一体どっちなんだっていうね、ことになりますから、だからおかしいという、そういう感覚なんでしょうね。しかし、if 説の中でも will を使うケースってあるんですよね。だいたい5つあると考えられます。まず1つ目、物を頼むときの丁寧な表現。will よりも would の方がもっと丁寧ですけどね。例文で確認してください。ちょっとお待ちくださるならば、私は椅子を取ってきてあげますよっていうね、こういう感じです。あるいは2番、積極的な意思。何とかする気があるならばっていう日本語に相当する場合ですね。if 説から、もしも皆さんが言われた通りにしてくださるのであれば、はい、万事うまくいくでしょう。これなんかも 100% って考えればしっくりくると思いません？皆さんが全員 100% の気持ちで言われた通りしてくれるならばってことですよね。から強い固執、固執を表す。例えば、every other night、一夜おきに酔っ払ったりすることにこだわっているならば、no wonder that の that 説の省略で、that 以下したとしても不思議ではない。調子が悪くなっても不思議ではないですよ。これなどもですね、100% ってとこからこだわるとか、あくまでも何とかするっていうね、意味になり得ますよね。あるいは4番、条件説の内容が結果として主説の内容につながればという含みを持つ場合です。どういうことかと言いますと、例文ですが、はい、もしそれが、それっていうのは今から言うこと、今から言うことがあなたをより幸せにさせるのであれば、私は禁煙いたしますと言ってますね。これ、禁煙する方が時間的に先ですよね。で、後からあなたが喜ぶんですよね。でも普通の if 説ってのはさっきの例えば、明日雨が降るならば私は出かけないっつったら、雨が降る方が時間的に先で、私が出かけない方が後ですよね。でもこの文章だと逆になるって言うんですよね。そういう時に if の中に will を使うことがあるということですね。から最後に可能性について言及する場合、例えばこの2つの文章を比べてください。 will をつけるのと現在形で書くのとでは意味が違うって言うんですよね。 will を入れるってことはあくまでも可能性ですから、現時点においてまだね、遅刻するかどうか分かんないんです。でももし仮に遅れるとしたならば電話をするよって言ってるわけですね。ところが下の現在形 am で書いた場合にはもう今の時点で遅れることは決定してるんですよね。そういう時が現在形という、そういう使い分けですね。さあ、本文のここの部分ですが、もしもあなたが、I will で、will 入れてますから、する気があるのであればっていうニュアンスなんですよね。もしも信長殿が、誰かを指名する気があるのでしたらという意味ですね。本日の英語構文のポイントその2。impose on BA。まあ、普通は impose A on B の語順なんですが、on B の方が前へ来ちゃうっていうケースですね。これは以前第10話でお話ししました、旧情報、新情報の関係で、一般には新情報の方が後ろに来てしまう。したがって A の方が新情報の場合にはね、この語順になるということですね。さて、例文ですが、歴史家は、しようとする、impose on、on が先来てますから、on からイベントまでをちょっと見やすく括弧でくりましょうか。これらの事件に、はい、何らかの種類の合理的な型を押し付けようとすると言ってるわけですね。この順番になったのは、these、これが旧情報だから、こっちが前に来たということですね。もう一回、吟じますか。吟じます。他動詞の次に前置詞あるならば、そこを飛び越え次が目的。ところが、これがめんどくさいのはですね、5番見てください。いわゆるインポーズオンなんとかっていう熟語も稀にあるんですよね。なんとかにつけ込む、あるいはなんとかを騙すという意味ね。だから、一見両方ともインポーズオンに見えますから、なら上の方なのか下の方なのかってことをよく見分けなきゃいけないんですよね。そういう意味で紛らしいのがだいたい5つありますね。上から、add to BA、まあ、要するに add A to B の to B が先来たという形もあるんですけども、いわゆる add to っていう場合もあるんですよね。それから apply もそうでして、apply A to B の to B が先来て apply to B A、A を B に適用または応用するって場合もあれば、ただ apply to だけでもって何とかに当てはまるって場合もあります。associate A with B の with B が前へ来た形、A を B と結びつけるっていう場合もあれば、associate with 誰々で誰々と交際するって場合もありますよ。それから4番の compare A with B の with B が前に来る形、A を B と比較する。でもですね、compare with なんとかで、まあ普通否定文なんですけど、なんとかに匹敵しないっていう場合もあるんですよね。はい、これを使用して吟じます。
apply to be A なのか自動詞なのかをしっかり確認。本文の最後の信長のセリフのとこでしたけども、はい、ここ、impose on you。you ってのは代名詞、いわゆる旧情報ですよね。もちろん今これ相手が家康であることは当然分かりきってますから、だからこれを先持ってきた。それよりも、そのような危険な仕事っていう方をちょっとクローズアップしたかった、つまり新情報にしたかったために、語順をこの順番にしたと思われますね。さて、3万の大軍でもって、とりあえず信長は若さにね、向かいます。でも実質上は朝倉攻めですけどもね。もちろん、義明の密書が朝倉に届いていることを知ってますから、義明に対する見せつけって意味もあったでしょうね。ところが義明はその信長の留守中にちゃっかりですね、朝廷に申請して、言語を元気に変えてもらうんですよね。これを多分ね、遠征中に聞いていた信長余計カッとなったでしょうね。一方の扇町天皇はと言いますと、信長が出てったところを見計らいまして、先度払いと言ってね、なんと信長の戦勝祈願をするんですよね。ということは、天皇としてはもうね、信長軍を正統軍として認めているということになりますけどね。さあ、同じ日にですね、信長は早速、敦賀の手筒山城にいた寺田うねめの将というね、のを陥落させております。から翌日にはね、すぐそばにある金ヶ崎城、ここはね、朝倉義景のいとこの朝倉景綱っていうのが守ってたんですけども、これも陥落させるんですよね。さあ、そして翌日から木の目峠を越えて一気に一条谷まで押し寄せようかなと思った矢先に、浅井長政謀反の知らせが届くんですね。これはよくドラマではですね、妹のお市が、お市は浅井長政のね、奥さんでもありますよね。で、まあ、お兄さんをね、助けなきゃってわけで、それで、陣中見舞いと称して、小豆の袋を送ってきたっていう場面が描かれますよね。しかもその袋には、なんか両端を紐で結んであったというね、まあ、袋のネズミだっていうことをそれとなく知らせたっていうんですけど、まあ、これはもう完全に後世の作り話みたいですね。さあ、それを聞いて信長はなんとですね、もうほとんど家臣を置き去りにして、おいで、自分と数騎でもってね、くつぎ声でもって京都まで脱出したというんですよね。で、その際に、しんがりを見事に成し遂げたのが、この秀吉だっていうんですよね。これのことを、金ヶ崎の軒口といってですね、まあ、大公記なんかでは大いにですね、喧伝されておりました。でもこれは、明智光秀とか、あるいは摂津の池田勝政の協力もあったっていう話なんですよね。本文にはなんか家康も出てきましたよね。家康もこの時加わったとかいろんな説があるんですけどもね。まあ、もしこの時に家康がいたとしたならばですよ。まあ意外と面白かったというか、というのは後のね、家康、秀吉、光秀、それぞれがね、死を決する3人が、この時だけはですね、一致団結してね、桜を防いでいたってことになりますからね。さあ、信長は命からがら30日に京都に帰還します。着いた時はもうね、従う者は10人ほどしかいなかったと書かれております。さて、信長を裏切った浅井が、なんとずっと旧敵だった六角とも手を結んだんですよね。そして信長の岐阜への退路をね、断ってしまったという。そこでしょうがないから信長は岐阜に引き返すにあたって、千草峠ってところを越えようとするんですよね。そしたらそこに六角上帝が雇った杉谷善次坊というですね、鉄砲の名手が狙撃したんですね。まあ、間一髪のとこでもって、外れたらしいですけど。まあ、一歩間違ったらですね、信長がこの時に命を落としていたってことになります。後にこの善次坊は捕まりましてね、ノコギリ引きの刑にさせられてしまいますね。あの場面があまりにも強烈だもんだから、信長という人がいかにもね、残酷だって感じがしますけど、いやいや、ああいう刑をやる方がむしろね、珍しいんであって、あれははっきり信長狙撃というちゃんと罪状がありますからね。さあ、信長軍はこの金ヶ崎まで来ております。浅井の居城はこの小谷城ですけどもね。で、もし、ここからですね、援軍がここをやってやってきて、退路を塞いだら困るってわけで、信長がこうやってね、逃げていくわけですよね。ただ問題は途中、この靴木谷ってところね、ここに靴木元綱っていうね、のがおりましたけども、まあ、彼がここを通してくれるかも意外と問題だったと。その時に一緒に松永久志でもいたみたいでね、彼がその靴木にね、口を聞いてくれて、見事にここが通れたって話なんですよね。で、晴れて秀吉たちはね、この金ヶ崎にいかにも自分たちがいるように旗差し物なんかをいっぱい多く置いたまま退却をするわけですね。さあ、で、京都まで、命がけで逃げてきた後、で、今度はこうやって岐阜に帰ろうとするんですが、この辺のね、道はもう全部塞がれてしまってるので、しょうがないから、はい、ここからこのね、千草峠ってこの辺にあるんですけど、ここを抜けようとした、その際に杉谷善次坊によって、この辺りでもって狙撃されたということなんですね。おのれ浅井長政め。と信長の怒りは浅井家に向けられます。この続きはまた次回。